面倒な連中が出てきたな。ここで待っていればフレンも戻ってくるのに。そのフレンって誰？エステルが片思いしてる帝国の騎士様だ。違います。あれ違うのか。ああもうできてるってことか。そんなんじゃありません。まあ何にせよ町から離れた方がいいな。そうですね、町の皆さんに迷惑をかけたくありません。フレンって人の行き先が分かってるなら追いかけたら。確か東に向かったって言ってたよな。はい。アスピオってのがどこにあるか知らねえけど、とりあえず今は急いでここを出た方がいいみたいだな。待ってくだされ。花のお礼がしたいので我が家へおいでください。そんなお礼だなんて。そんな遠慮なさらずに、私は先に家に戻っております。あ、ちょっと。どうする、お礼だって。このまま無視していくわけにはいかんだろう。でも私夢中で何したかもよくわからないのに。ま、とりあえず言っとこうぜ。断るなら断るでさ。もしかしてさっきの赤目？騎士団以外にあんなのにも追われてるの？なんか変なのに好かれるみたいでね。一体これまでに何をやってきたんだよ。全部言うのは大変そうだな。なんせ21年分だ。いやもういいよ、何も聞かないから。おお、よくぞ参られました。さあさあごゆっくりと。ありがとうございます。でも私たちあまりゆっくりもできないので。まだ騎士様も戻られていないのに町を離れるのですか？ちょっと事情が変わってね。何かお急ぎの用とか？ま、そんなとこだ。私でお力になれることなら何なりと。そのお気持ちだけいただいておきます。そうですか。でしたらわずかばかりですが、どうぞお受け取りください。あれ、何もやってないぜ。しかしお連れさんにお世話になりましたので。じゃあ。いえ、それは受け取れません。じゃあ僕もいらないかなと。いや、しかしそれでは気持ちの収まりがつきません。ならこうしよう、今度遊びに来たら特等席で花見させてくれ。それいいですね、とても楽しみです。わかりました。その時は腕によりをかけておもてなしさせていただきます。ああ、一ついいか。アスピオって町に聞き覚えない？アスピオ？ああ、日陰の町が確かそんな名だったような。日陰の町？聞いた話では日がほとんど差さない洞窟の中の町だそうで、たまにマントとフードをかぶった無口な方々がこの町に買い出しに来るんですが、どうにも気味が悪くてほとんど交流はないんです。その町はどこにあるんだ？東の方角だったかと。詳しい位置までは何とも。フレンが向かったのも東でしたよね。ああ、学術都市ってくらいだからブラスティアと関係あんのかもな。サンキュー、それだけだ。まっ
ってろよ、モルディオの野郎。